早弁です。今日は秋田県秋田市、白神庵さんに来ております。今回は何食べようかなと思ったんですけど、異色コラボ期間限定でね、たこ焼きそばとたこ焼きラーメンっていうのがあるんですね。うん、どっちかをちょっと食べてみようかと思います。はい、来ました。こちらたこ焼きラーメンですね。もともとこのお店もラーメン気になってたんですけれども、我々世代だとたこ焼きラーメンっつうとね、ダンプ松本さんがやっていた CM を思い出すと思うんです。それでちょっとね、食べてみようと思いました。あ、だからこれは、あ、思いっきりこれはそばベースのラーメンスープだ。だから由利本荘の親鶏ラーメンのスープ、これに似てる感じはしますね。和だしの香りがすごいで、それで甘さもあるね。だからやっぱり、親鶏ラーメン的な味わいのスープと麺。たこ焼きも食べてみましょう。揚げたこ焼き、おお、中はとろっとしてますね。おお、仕上げ的になるのかなと思いましたけどね、中のトロッと感があるから、それとはまたちょっと違った味わいだ。はい、いただいてまいりました。相変わらずね、結構チャレンジングなメニューでありながらね、やっぱり美味しさの要素は、抑えているような味でね、美味しかったですね。結構本当にね、いろいろなメニューが出ますのでね、その都度その都度食べるのが楽しみですね。ということでね、阿弁でした。ご視聴ありがとうございました。ヘバナ。